どうも、あきらいチャンネルです。今回はちょっと、一人飲みっていつも言ってるんですけども、結局弟のゆうきが取ってくれてていてるんで、兄弟飲みっていう言い方が正しいのかな。今回行きたいお店がこちらです。こよいもさんっていうね、立ち飲み居酒屋でいいんかな。立ち飲み居酒屋で、ここがなんかいいと聞いたんで、ちょっと2階ね。2階です。こういうなんかビルワクワクするよね。ワクワクする。そう、いろんなお店も入ってるんで、このビル。いいよね。はい。だから場所で言うと、ここはだから南千葉ね。この景色好きやわ。こういうとこ。もうなんかもうこうなんやから全然。めっちゃいい。一番奥のね、はい、お店です。行かせてもらいましょう。今ちょうどデューンって言ってる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 。そう、流れるから。その。チャンネル登録お願いします。いいねボタンも押してね。お一人様も歓迎って書いてます。すいません。はい、いらっしゃい。よろしくお願いします。はい、どうぞ。いらっしゃい。めっちゃ居心地が良さそうなおしゃれな、うわー、これ撮ってのリンクメニュー。いやー、やっぱ一杯目は南アフリカワインか。いや、珍しい。生でしょ。唐辛子チューハイ。飲んだことないですね。唐辛子チューハイって。唐辛子チューハイは、塩麹唐辛子つけてるんですけど、はい、それを入れたチューハイです。へえ、こんなん初めて。人気ですか。あの、飲んでもらったら癖になる。でも一杯目やっぱ名前って、次2杯目でじゃあ行かしようかな。名物はやっぱ頼みたいよね。どれやろう、これやろ。まずは黒毛和牛、はい、のサッと炙り、ロースの一枚肉サッと炙り。ちょっとあれ、あの休み前から、あの食材が少なくて。そうです。はじめ、あの、これこっちで見ていいですか。森でちょっと出してもらおうかな。あ、ありがとうございます。これ書いてないけど、はい、昨日が構想してて、はい、いいやつあるんで。お嬉しい。森をちょっとずつ食べれたら美味しい。ありがとうございます。でもうまそうなんばっかり。もう津波の炙り生姜、これもいいし、レアミの柚子胡椒もいいし、うまみたっぷりキノコ盛り合わせ。うわー、もうお酒が進むやつばっかりや。なんかさ、お兄さんが今このパワーをさ、ちょっとこう捨てて、このこだわりね、一杯目おいしいビール飲みたいですよね。でもこういうとこ多分3軒目ぐらい人生。ああ嬉しいね。ここまでじゃないかも。いや、もうね、この辺何回捨てんのっていうぐらい。この辺ね、おいしいビールの店結構あるんでね、負けてない。やっぱ全然ちゃうもんすか。全然やっぱりね、入れ方、はい、泡の匂いとか、まあ、いろいろ考えたら。はい、どうぞ。うまそう。綺麗。ば。泡うま。マジでうまいね。目がうまい。飲んで。美味しいよな。全然ちゃうよな。ありがとうございます。ここ何年ぐらいになるんですか。まだオープン7月からですよ。ここをオープンする前は、ゆうきが言ってた、そう、日本橋、日本橋の方にあったんですよ。基地感もあるよな。そうですね。じゃあ、お兄さんは前日本橋で何年ぐらいお店やられた。いや、それでも1年半ぐらいです。はい、1年半、まあ、その前は何をされてたの。その前は、鉄板焼き屋でやってて、はい、で、その前が焼き鳥屋だから、言うてまだ僕この業界短いんで、まあ、その
ずっともうお菓子やってたんですよ。お菓子のことしかわからないビールはね、もう周りがね、ほんまに綺麗に入れはるからやっぱりいい加減なことできへんなと思って。なんか喋りながら炙ってはるあれは何やろ。すごい。これはウルテです。ウルテ、はい。俺立ち飲みめっちゃ好きやわ。ああ、あんま行かない。いや行く、結構実は、うん、しっかりせなって立ってる方が。ああ酔いにくい。まあ確かに、うん、お酒のペースはだいぶ変わる。何の盛り合わせ俺らの俺らの今兄さんついてるけど、パティシエさんの細かいね作業。どうぞ、当て盛りです。当て盛り、はい、もう何一つ分からへん。すげえうまそう。これ何ですか。ウルテ。あ、ウルテ、はい、ウルテ炙りを、梅干しで食べてください。はい、で、レアミノを柚子胡椒の、麹はい、で食べてください。でこっちスモッツ、はい、山椒結構かかってるんで、はい、だいぶかかってますよね。はい、はい、からしごぼう、からしごぼう、はい、もう結構ツンとくるんで。みんな始めました。仲良くした。全員始めました。どうぞ。食べるもったいないな思うぐらい盛り付け綺麗。ウルテのいい感じ。ウルテやる。いただきます。うそ、うんまあ、めっちゃコリコリしてる。めっちゃうまい。コリコリ、めっちゃ食感しっかりあるのに、なんでこんな柔らかいんやろ。下処理ちゃんとしてるから。うまっ。ありがとうございます。コリコリが口の中でもうフロフロフロっとなんかもう崩れていく感じ。こんなウルテ食べたことないよ。でかくても食えます。手編みのこれやった。めっちゃうまい。まあ、ごめん全部俺行くわ。いやちょっと残しといて。うまっ。食べたことないよ。あ、ウルテはちょっと一種類ずつ先行くわ。ちょっと一回このウルテの分で飲んで。何の柚子胡椒。見ていい。なんかこれだいぶ前にガムその人から飯もらったやつ。うまっ。うまっ。肉の弾力もこの弾き返される弾力めっちゃうまい。そうか、うん、生姜かかりすぎてる。ただいろいろそんな中、イブちゃんはイブさん、今石垣行ってる。でも24日、イブさんが出てるから。ああ、そこでなんかお別れ会しようって言ってる。うんうん、それはみんな食べるわ。めっちゃうまい。幸せセットや。幸せセット。ちょっと待って、行かして。なんか半分ずつで、なんか抱き合わせで。うまっ。からし。からしごぼう。からしごぼう。見せてきて、何ヶ月。3ヶ月。ありがとう。うまっ。これでいくら。大安いよ。お姉さん、お姉さん、これ盛り合わせこれでいくらですか。これで800円。そう。うわ。はい、たった1日で。安いよ。倍取った方がいい。だから1,200〜1,300円でも全然。うん、安すぎると思うけど800円。取るのやめて食べてほしいもん。もうないから飲み干しますから。それピッチも早なるわ。次2杯目いこうかな。これ唐辛子チューハイ。チャンネル登録お願いします。いいねボタンも押してください。ミーシャまだ遅れてる。ミーシャは多分買いやるやる。うん、想像もつかない。はい、どうぞ。唐辛子入ってる。唐辛子、はい、はい、入ってます。いや、これこれ何ですか。お兄さん、これで塩麹つけてた、唐辛子を、唐辛子を、はい、塩麹つけてたやつなんですけど、はい、これエキス、麹の、じゃあ唐辛子のエキスがめっちゃ出てるんで。だからこれ辛いってことです。めちゃくちゃ辛いです。好みで入れてください、はい、っていうことです。あの辛さ調整してもらえた。これがなどれぐらい辛い。まずそのまんま。いただきます。まず
わ。トウガラシの味は感じる。僕はもううまいだけだ。いや今は別に辛さとか一切感じない。チューハイとかプレーンチュー今ちょっと待ってみてんのよ、うん、後で来んのかなとか別に、うん、おいしい。このがちょっとでどれぐらいやな。これぐらいいいとこでちょっとマジで別に匂いもね、そんなせえいやでも俺めっちゃ好きかも。ほんのりピリピリ。あ、来る。いらっしゃいですか。いらっしゃい。いらっしゃい。入れすぎってことや。確かにもう色変わったもんね。変わってる。大丈夫。濁った。辛っでもやっぱ美味しい。辛いだけじゃない、やっぱり最初にこのチューハイの甘み、うん、でこの炭酸の喉越しの良さ、うん、シュワッときてのおお、あ今辛っ喋っててで後で辛さがちょっとだけトロッと追っかけてくる感じで、その辛い辛い辛いじゃないからちゃんと唐辛子よ。心地よい。喉ちょっと痛めてる時にさ、あ、はい、喉ヌールのあの喉のシュッシュってやつ、シュッて一瞬染みる感じ、うん、でも俺あれ嫌いじゃない、うん、心地いいやんあれっての優しい版って感じ。喉にシュッてピリピリピリって。もし辛すぎる用心さんのトマトジュース入れるの言ってもない。でも僕多分いける方なんやと思います。はい、トマトジュース入れても美味しいですよ。あ、さらにこっからトマトジュース、はい、それも美味しそう。美味しい辛さ、本当に、うん、あ、癖なるな。あ、二口目の方が辛なるな。あ、でも好き好き好き。こ癖なる人多いですよね。そうですね。ちゃんとあの癖になって、配数稼げるっていう。なんでこんな思いついたんですか。あの工事やっててやっぱり、はい、あの辛いの飲みたい、辛いの食べたいっていう方もやっぱいらっしゃるんで、はいはい、考えてたらそういうのに行き着きました。もう出会ったからやっぱり。もうそれが。パテ食いながら飲んでるみたいな、はいはいはい、確かにそんな感じで、それに合わす何を合わすねんっていうことをちょっと言ってますけどね。でもどれも合うと思いますよ。どうですか、はい、見てください。あ、おいしいな。辛いな。でも本当に誤解を招きたくないけど、ほんまに心地いい辛さ、喉に、うん、いやもうそのむっちゃ辛いでいいと思うんですよ。でも多いある程度いけるからかな。でもこれやっぱ調整できるからみんな。そうですね。俺は正直結構入れたけど、これが優しいよね。うん、そうですね。分次第やから、うん、調整できる。楽しい。自己責任。自己責任っていうことも。嘘つけの強い。目の奥は優しい。これ何ですか。これは宮崎の宮崎県産黒毛和牛のロースです。言えない。今から一枚。はい。さっと炙っていきます。なんか俺今日誕生日やったっけ。誕生日関係ないです。めちゃくちゃ成し遂げた日やったっけ。なんかこの感じのアングル、チャーハン林懐かしいっすわ。最近やってない。最近やってない。だからもう大将さん、お兄さん、ピーさんも又吉さんと同じ感じ。そのオフの時の又吉さん繊細やで。だからめっちゃ下下ろしのズボンとか又吉さんが認めている相方山名君を購入したのがこちら。又吉さん監修のね。
流れるよりも上がってる初めての試みです。見たことないですっていうことで揉んでるからしょうがないし、邪魔です。いやそれ一口目にやれる。くるんちゃん、くるんちゃん、くるんちゃん、これね、黒毛和牛、宮崎県産のロースの1枚。あ、来た、どうぞー、はい、綺麗、黒毛和牛サッタブリです。もう絵画やん。で、これめっちゃ贅沢やな。これ卵を崩していいか。はい、いいです。まあ、ちょっと勇気も食うから後ろでチューンするわ。いいよ、お箸取る。いや、そこでもう大丈夫。俺が逆やったら絶対嫌やから。なんでやん。じゃあこいつ。気持ち悪い。でもこの辺っていい？うん、これもこう、うわぁ、うわぁ、うわぁ、こっちに他のお客さんがいっぱいいてるから大きい声出せない。めっちゃ叫びたい今。800円これ。そうだけどこれ。お兄さん、はい、うますぎる。マジっすか。はい、ありがとうございます。その時はそれお客さんいなかったら僕叫んでましたもん。いや全然お客さん入れても叫んでもらってない。うーまこれ800円でいいんですか。いいでしょ。喜んでもらえるんだ。喜んでもらえるんだから。宝くじ当ててるやん。余裕ないと。すごいよ。出ないとこんなんを800円で出せない。食べたことある？ある。食べたことある。女を食べてたの。贅沢。なんで今まで知らんかったんや。後悔してる。後悔だいぶ空いててほしいな。南千葉ね。一人でも入りやすいです。一人でも入りやすいし、まあ、何人かで。でも時間によってはね、本当に入れないかもしれないですけど、ぜひ皆さん来てください。また次回。これは、ホルモンとニンニク麹と、ニラ麹と使ったシジミのスープ。締めのスープに持ってこい。ワードが熱うまへえ、うまむちゃくちゃ熱いでしょ。こう麺入れてもうまいやん。これやばい。お兄さんに教えてもらわんかったら正直頼んでなかったもん。あんまホルモンのこの島町。いや、こんなん立ち飲み屋で出したらあかんや。マジでうまい。